皆さん、イエス・クリストが死から地名へ移りになったこの最も聖なる夜、母である教会は皆が一つに集まって祈りの地に徹夜するよう呼びかけています。私たちは神の言葉を聞き、洗礼と感謝の祭儀によって主の過ぎ越しを記念します。こうして私たちはクリストと共に死に打ち勝ち、神の地に生きる希望を持つのであります。祈りましょう。恩光世の光として私たちに与えられた神よ、新しい日を祝福してください。この過ぎ越しの祭りによって私たちが新しい希望に燃え、清い心で永遠の光を受けることができますように、私たちの主イエス・クリストによって、アーメン。クリストは火の特許、はじめと終わり、アルファとオメガ、時間も永遠も彼のもの、栄光と支配は彼に横とこしに。アーメン。その聖なる栄光あるキスによって私たちを支え、守ってくださる。主クリスト、アーメン。
気をつけて。神の使いよ、天に集い悔いたからかに喜びを歌え。
主は皆さんと共に。マルコによる福音。安息日が終わると、マリダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗る塗りに行くために香油を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出ろとする墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、夫人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかられる。と。キリストに賛美。キリストに賛美。この夜、イエス・キリストは死のおさりを打ち破り、主人のうちに墓から蘇られます。イエスの復活は救いの歴史全体に輝く冠です。復活はキリストのメッセージの出発点です。復活はイエスが神の子であることを証しし、イエスが神であることを表します。それは人たちにとってイエスの教えと預言を確信する出来事でもありました。ガリラヤからついてきた女性たちは墓が空っぽになっているのを見た最初の証人です。彼女たちはそれを目撃し知らせることによってペトロたちの目を覚まし空っぽの墓へ走らせ彼らも証人と鳴らしました。主のために通夜しましょう。そして明日の朝、私たちの主である方が復活なさるという御声の解き知らせるために立ち上がりましょう。私たちクリスト者の信仰は喜びの競技です。たとえ善の力が一時的にうちに任されたように見えることがあっても、神はいつもうち語れることを知っている私たちには、幸せと安心感があります。私たちがクリストへの誇り、信仰を持っちゃう。クリストがその意向きによって与えてくださった考えに信頼するなら、悪や誘惑に脱臼することがありません。敗北のように見えるのは、勝利に光を当てて目立たせるために、一時的に退いたように、感じられるだけなのだと確信することができます。事実、
主の声の中でキリストが弟子たちに教えようとしておられることは、このほど深く感激しています。見かけは敗北と苦しみとしか見えないものが、最終的には勝利となるということです。私たちもこの教えから学ぶことができます。神の導きはこの世の出来事を全てを導きます。導きの中には苦しみと敗北にしか見えないものがあり、それらは悲劇的です。キリスト教は私たちに喜びと幸せを約束するものですが、それは日に書いたおとぎ話のような内容ではありません。キリスト教は苦しむという事実と真正面から向き合っている考え方であり、本来あるべき正しい姿でそれを唱えています。すなわち苦しみは最後には喜びにつながり、神の信頼を保つならば敗北は勝利につながるということです。なぜなら神は全ての戦いにおいて破れることがないからです。11人の弟子たちはキリストが十字架上で亡くなられるという信仰を持ち続けました。だからついにはキリストが勝利を得られるのを喜ぶという喜びの報いを受けました。私たちが苦しみや苦難に出会うとき、この弟子たちのように深い信仰を持ちましょう。そうすれば神の勝利を見る喜びを見出すでしょう。不平や不満の気持ちで人生の苦難に耐えるのではなく、苦しみに意味を与えてくださる神と一つになるような成長していくために、このような困難を活用するようにしましょう。すべての苦しみをしのんだ後、私たちは引き上げられ天におられる主と共に勝利を得ます。そして主の救いの約束を確信することになるんです。待ちましょう。旧来の皆さん、すべてを収める神に進んで祈りましょう。聖霊の記念として用いられるこの御創造の主である神が祝福し、私たちを新たにして聖霊の交わりのうちに一致させてくださいますように。私たちの父である神よ、この聖なる夜あなたのもとに集い民を顧みてください。あなたは水を作り、大地を下ろして豊かに実らせ、人の命を養ってくださいました。あなたはまた水によって慈しみを示してくださいました。イスラエルの民は海を渡って解放され、砂漠では渇きを癒され、預言者は新しい契約を水の働きによって教え、さらにキリストはヨルダン川で水を清められました。
神よ、あなたは水の洗礼の儀式に用いて死に定められた人間の新しい命に導いてくださいます。洗礼によって主の過ぎ越しに預かった私たちのためにこの水を祝福してください。今日、全部の今日すべての兄弟と共に喜びの分かち合うことができますように、私たちの主イエス・キリストによって。私たちは主の過ぎ越しの神秘によって洗礼の時にキリストと共に葬られました。それはキリストと共に新しい命を生きるためでした。手術の務めを終えた今、これを捨て神に従うという洗礼の約束をもう一度新たにしましょう。では皆さん、あなた方は神の子の自由に生きるために罪の罰を退けますか？罪に支配されることがないように悪を退けますか？神に反するすべてのことを退けますか？あなた方は天使の創造主、全能の神である父を信じますか？信じます。父の一人子、乙女マリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者の地から復活して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか？信じます。聖霊を信じ、聖なる御幣の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますか？信じます。イエス・キリストの父、全能の神は、水と聖霊によって私たちに新しい命を与え、すべての罪を許してくださいました。神の恵みによって私たちが、いつまでも主イエス・キリストにとどまることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。イースターの聖歌8ページ。
愛の霊を過ぎ、御子クリストの死と復活の神秘に預かった私たちを、あなたの慈しみの地に一致させてください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に。私たちと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の祭祭終わります。行きましょう、主の平和の地に、アレルヤ。平祭の歌、プリント、喜べ、どうぞ。